立体的に感じ取りやすい写真ってじゃあ何なんだっていうので、レンブラントライティングっていうらしいです。もうこのまま色のあたりをこうやってつけまして、上から上山でこうやって一色、ちょっとなんかいい感じのヴィンテージ感が出ていい感じ。皆さんこんにちは、お絵かきマグナロクラブのアドデセということで、いつもご視聴いただきありがとうございます。で、今日はですね、描きやすい人物画の写真とは何かっていうのを調べてまいりましたので共有したいと思います。前回のこの人物画の動画で概要欄にですね、元々の写真が立体的に感じ取りやすい写真を探してきておりますってつぶやいたんですよ。で、これ書いときながら、その立体的に感じ取りやすい写真ってじゃあ何なんだっていうので調べ直してたんですね。そしたらこんな感じで、人の顔が美しく立体的に見える定番のライティングっていうのが写真家さんなら常識レベルであるみたいな記事を見つけました。参考にしてるのはたまちゃんのライティング話っていうサイトになります。まあ、授業みたいにこう花対話式で話があるっていう感じです。で、ぜひこれ本記事も見ていただきたいんですけども、で、そこに載ってたので、まあ自然光がどうのとかね、まあ要はカメラマンさんはスタジオ内で外の空間と同じような状況を作り出すっていうのが前提にあると。で、それでそれは主光源と、まあ、レフ板とか使って反射光でこう拡散するような空間に散らばる光っていうのを再現すると、まあその二つを作るっていうのが基本なんだよという話から始まりですね。で、被写体にいろんなアングルからライティング光当てて形が伝わりやすいライティング何かなとか、角度どうかなとか、まあそういう話をしてるんですけども、で、そこから人物のポートレートの項目になります。で、今回共通するのはそこですね。ポートレートについて。で、この拡散光だけで強いライティングがない場合、で、こういうイラストじゃない、写真の場合は、その肌の色ムラとか、まあ果物だったら果物のその表面とか、とにかく質感とか、そういうのがよく伝わる、まあ状態の撮影だということなんですね。ただこれは結構描くの難しいと思うんですよ。まあ、今回は最後にメイキングちょろっとだけご紹介しますけども、もうコスルでひたすらこすって色ムラ作ったっていうような状況です。で、描きやすいライティングって何かっていうと、こんな感じらしいんですね。で、この辺のやつで僕、これ見てあってなったのが、インスタグラムとかで今度このモデルさんの写真描きたいなと思ってブックマークする写真って、ほとんど僕の場合このループライティングっていう真ん中のライティングなんですよ。パッと見で、あ、これ描きやすそうって思うのが、実は名前がついてたっていうね、話です。で、左から見ていきます。まずこういう、光源と反対側にこう三角形の方に三角形のこういうのができるやつ。これレンブラントライティングっていうらしいです。まあ、人の顔が美しく立体的に見える代表的なライティングみたいなんですね。これも描きやすいなって直感的に思うと思うんですよ。で、とにかくアニメ塗りのところの動画で言ったみたいに、バチッと落ちる影さえ正確に撮れたら絵って立体的に見えるって話なので、まあ影がね、入ってる方がそれ描きやすいよねと。レンブラントライティング。皆さんもちょっと調べてみてください。こういうの描きやすいなと思うと思うんですね。で、ループライティングっていうのはこのレンブラントライティングちょっとパチッとカチッとしすぎてるというかね。なので、それで光源をちょっとずらして、鼻の下にこう輪っか状の影ができるようにすると。これをループライティングと言います。っていうね。で、最後こちら、これはバタフライライティングというらしいです。鼻の下にこういう蝶々型の、こういう影ができるやつ。このたまちゃんのライティング話にも言ったんですけども、まあハリウッド、昔の白黒時代のハリウッドスターの女優の写真とかはもうほとんどこれ、確かにこれだなということで。で、ああいうハリウッドの写真も描きやすいなっていうのは、これがそういう理由ですね。まあ顔が立体的に見やすいような撮影されていると。結構だから読者モデルさんのヘアカタログの写真とかはもう僕的には死ぬほど描きにくい、写真なんですが、なんか窓際に座ってて窓からの自然光で撮るみたいな感じだと思うんですけど、それってもう上のこの感じに近いかなということで。まあそれが皆さんも思う多分難しい写真、簡単な写真のこれ違いかなと思います。ただ逆にこの上の拡散光のこの状態さえ描けたら、このサムネイルこれみたいにね、もうこの左のやつこれ描けたら、影とライティング自分でコントロールしたりできるようになったら、まあ、こういうふうにいろいろなライティングで描けるようになるっていうのは、あるので、この色ムラさえね、描けたらいいかなっていうのもあります。ということで皆さんもぜひちょっとこう、自分にとって描きやすい写真って何かなとか、そういうの考えてみるのも面白いかなと思って、今回動画にさせていただきました。はい、では最後に、動画はここまでになってるんですけども、最後にメイキングをざっくりちょっとご紹介します。で、今回も、こう、ペンで、ラフ撮りました。で、その後に、黒で形、ちょっと今回丁寧めに形取りしました。こんな感じになっております。はい、で、そしたら次は、一色ベタコを塗りまして。で、その後に色ムラ終わったら、次上段でシャドウを入れてます。で、この辺までは一緒ですよね。で、今回はパチッとした影ないんで、もうこのまま色のあたりをこうやってつけまして。こんな感じでね、大まかに。そしたら、ここからひたすらこすります。まあ、馴染ませるだけですね。多分ね、女性とかはお化粧するんで、多分めちゃくちゃわかるのかもしれないですけどね。なんか、お化粧動画とか見たら似てるなぁと思いますね、絵を描くのと。当たりつけて伸ばしてるの見たことあるんで。はい、で、ひたすら伸ばしていくと。で、まぁ、途中からこの辺まで来たら、もうね、あんまり、色はもういいから、もう濃淡だけちょっとチェックしながら、穴開かないように間埋めていくっていう感じですね。はい、で、ここまで来たら、次はちょっと白とか入れながら伸ばして。で、ここまでです。
なので、ここまでで完成です。その、拡散光の、強い光源がない場合のイラストに関しては。ここからちょっとタイムラプスしかないんですけど、ね、こんな感じになってますね。これの方が見やすいかもしれない。はい、ここまで来ましたら、で、影。上から上山でこうやって一色。これレンブラントのやつね。で、白マークして反射光ちょっと入れて。で、擦ってなじましてます。だいぶちょっと苦戦しておりますけども、と入れてるっていう感じです。だから影と光源反対側の反射光と光源側のハイライトっていう風に分類して考えたらいいと思います。で、次は上からのこのバタフライライティングのやつ。これが一番難しくて、ちょっと頬の部分をもっと削った方がいいのか何なのかちょっともうわかんなくなっちゃって、最後ぐっちゃぐちゃになっちゃいました。はい。もう少しやりようがあったかなっていう感じです。で、最後ループライティング。レンブラントのやつ、レンブラントライティングをこう消して削って、ちょっと光当たる量を増やして、ループライティングに加工してます。はい。ということでね、まあ非常に難しいではありますが、まあ頑張って皆さんもやってみてください。最後にこの、以前ですね、コメントに加工アプリ何使ってますかっていうコメントいただいて、その方にはお伝えしたんですけども、プリクエルっていうアプリです。またね、概要欄に貼っときますね。で、今回使ったフィルターについてですね、ちょっとご紹介します。で、これサムネイルに使ったイラスト、こんな感じなんですよ。で、サイトそんな高くないんですけど、で、この中の、ここに右に、エフェクトとフィルターがあるんで、今回はこのフィルターっていうのを使ってます。で、その中に、これ、このハットかぶったオレンジのお兄ちゃんみたいなやつあるんで、レトロっていうところに。で、これつけたらこんな感じなんですよ。カチッと。ちょっとなんか、いい感じのヴィンテージ感が出ていい感じ。で、ちょっとそれぞれのアプリにその調整の項目がいろいろ違うんですよけども、このフィルターのこの明瞭度っていうのが高いする機能があるんで、それはちょっと僕下げますね、明瞭さはね。で、ちょっとノイズ、かかりすぎてるんでノイズ下げてちょっと。で、完了にしてます。まあ、ただフィルターかけたみたいな感じなんですけどね。はい、で、保存で終了という感じです。で、いつものアニメ系のイラストも、このプリクエルのエフェクトっていうところのモンローっていうフィルター使ってるんで、まあそんな感じで、皆さんもぜひね、使ってみてください。ということで本日はここまでとなっております。皆さんもぜひ、たまちゃんのライティング話ね、行ってみてください。次回の更新もお楽しみに。さよなら。